札幌流通総合会館、または、アクセス札幌は、札幌市白石区流通センターにある多目的コンベンション施設。財団法人札幌産業流通振興協会が運営主体。所在地は、札幌市白石区流通センター4丁目3-55。8545平方メートルある建物に、大展示場、会議室が設けられている。建物外に、 無料駐車場と屋外展示場がある。多目的スペースとして使用される屋内大展示場の面積はおよそ5000平方メートルと北海道最大。これまでに札幌国際見本市や生涯学習フェスティバル、学びピア、ビジネスエキスポなど数々の商業用展示会、見本市等の開催や自動車関係のイベントにも利用されている。屋内施設は 大展示場の他に会議室、特別会議室、研修室、レセプションホールなど、最高と観葉植物を取り入れたグリーンホールとレストラン、売店が付属。行われたイベントの詳細等を掲載する冊子、アクセス札幌ニュースも定期観光。2010年にはプロバスケットボールレラカムイ北海道の開幕戦を含むホームゲーム会場としても使用された。 その後2021年には老朽化や展示設備不足に伴い、札幌市が新展示場計画の策定に着手し、旧北海道立産業共振会場跡地への移転などを検討しており、2030年、冬季オリンピック招致案にて、国際放送センターとしての活用も計画されている。アクセス札幌の移転先、旧月サムドームを検討。 札幌市建設通信新聞2021年10月22日、アクセス札幌光景、月サムドーム跡地に整備札幌市が、方針北海道新聞2021年10月15日。ありがとうございます。